はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いずもでございます。それでは今回もこちらですね、龍が如く5続きからやっていきましょう。最後ですね、もう明日の夕方までにやり残してることは済ませてしまわないとなということでね、なんかまあいろいろやろうかなと思ったんですけど、まあもうシンプルにね、最終章を進めていこうと思いますので、まずは明日の昼まで休んでストーリーの進行を見守ってみましょう。で、これ翌日の昼になりました。なんかあれかな、でも昼翌日に回したことでサブストーリーとかも出てくるのかな、どうなんだろう。違う、変更しないです。あれ、今休むにしたよね、俺休むにしたよね、俺え、ああ、そういうことね。時間を変えただけか。夕方まで休むと。これで進むわけね。昼まで進めることと、外夜だったのか。あ、昼と夜の切り替えをしただけね。昼できること、夜できることをそれぞれやっておきなさいよということだったんでしょう。じゃあ、秋山に話しかけて、ストーリー。キリュウさん。うん。準備はもういいんですか？キリュウさん、主人公を変更する。なるほど。マルチだからこその、なんか誰か、何か気に入りのキャラがいればそれでできると。まあでもキリュウさんでいいでしょう。ちょっと秋山さんでもやりたいけどね。じゃあいよいよですね。うわ、超話題になってるよ、今日のコンサート。え？本当？うん、ほら。うわ、本当だ。はるか、聞いてる？あ、はい。でも本当よかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね。マジで頑張ろう。あー、変な緊張してきちゃった。やっば。どうしたの、はるか。大丈夫？あ、はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ？いや、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじさん。それじゃあ、そろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ。どうした？テレビつけて。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表しました。犯人は広域指定暴力団東上会の幹部真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが兄弟が何者かによって占拠されたとの。どうしますか？コンサートまで時間がありませんが。とにかくミレニアムタワーまで急ぐぞ。逃げろ！
これは。って。どういうことや。どうした。この男の大門、真島組の門や。なんだと。どうなったんすか、これは。そういうことだったのか。奴らの目的は桐生さんと冴島さんの命だけじゃない。この町から完全に真島組と東条会を追い出すことにあったんだ。真島組と東条会を追い出すだと。きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ、これは。どうしましょうか。このままじゃ真島さんも遥ちゃんも、いや、この町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が明けません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺を真島の兄弟のとこに行かせてくれ。冴島さん、兄弟が生きとると分かった以上行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか。俺が行きますよ。それがいい。お前が。ねえ、桐生さんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょう。シナだ。俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ず遥ちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは堂島くんが命がけで守ろうとしたこの町、それに東条会を守り抜いてください。お願いします。わかった。西島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃ行くぜ。よくこれだけ集まるもんだ。さてやっていきましょう。じゃあどうしようかな。ちょっとたまにはこういう選択チョイス画面で桐生さん以外選んでみますかね。さっきストーリー進めるときは桐生さんにしましたけど、秋山さんで行ってみましょう。 OK。 まあ多分ここの戦闘どっちの2人
多分その都度その都度選べるんじゃないかなと勝手な思いづもりなんですけど、今完全に俺視点が桐生さんだったわ。危ね。よいしょ。 OK。 よいしょ、よいしょ、おい、よいしょ、よいしょ。あ、いいわ、楽しい、楽しすぎる。やっぱあ、いけ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 。まあこの乱闘戦はね、始まったばっかりの時は敵の HP が低くてバッタバッタと投げ倒せるからすごい楽しいですよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、キリュウさんごめんよ。キリュウさんさ、やっぱさ、スーツがどちらかというとさ、着こなし方が極道寄りだからさ、あのちょっとチラッと見るとたまにたまに紛れるんよ。次はこいつ？ん？ん？ ん？ なんかこの辺の、あ、お前か。オッケーオッケー。あ、花井だっけ。とりあえずあれかな、なんかその都度中ボスみたいなの出てくる感じかな。よいしょ。ねえ、カツヤに置き寄せられて顔面にねえあの傷を負ってますが、あ、ラブ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 ラ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あーよ、おー、倒れてくれよと。で、極みをぶち込んでいきたいところ。キリュウさん、キリュウさん遊んでる場合じゃないのよね。なんかあれでもあれだね、かっちゃんにさ、箔をつけた方が言うてさ、やられた時さ、私はてっきりなんか目玉でも潰されるんかなと思ったら、意外とまだ優しさがあった。さすがにあれかな、あらららら、ら目を潰しちゃうと戦力が半減するからかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、そんなずるくない、そんなずるくない。うまにあった。キリちゃん遊んでる場合じゃないね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほいほい、よいしょ、はいはい、はい、背中取ったらね、やっぱガードさすがに間に合わないみたいなんで、よいしょ、よいしょ、お、あ、あー、ちくしょう、残念。はい、よいしょ、はい、背中、あー、背中取れないか。よいしょ、はいはい、あ、あ、あ、そこでヘイトはこっちに帰ってくるんだ。あー、やめて。よいしょ、はい、はい、よいしょ、はい、あー、違う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 、ガードじゃなかった、ガードじゃなくて、はい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 、あ、いいね、素晴らしい。あー、オッケーオッケー、とりあえず第一次勝機を迎えた。逃げ方ダサ。こんなとこまでおったか。やるしかないですね。ああ、行くで、品田。はい、そうですね、ここでは前にね、戦闘でボス戦でね、西条さんを使ったので、久しく操作してない品田で行きましょう。ここで私は品田をチョイス、やっていきましょう。品田の操作、確かになんかね、一番最後のショーのはずなのに、ずいぶん久しぶりに感じるような気がするよ。よいしょ、はいはいはい、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ。なんかね、あ、そう、品田は武器派閥なんだよね、派閥武器キャラなんだよね。あ、そうそうそう、それでひっくり返すっていう技あったね。うんうん、まあやっぱりそれぞれ、ああ、キャラの特性が違って面白いですね。よいしょ、その鉄パイプくれないかな。あ、あ、てめえ何拾ってんだよ、それ俺のだぞ、こら、おい、この野郎、おら、はい、よいしょ、よいしょ、はい、ちょうだいと、はい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 、おお、痛いな、やってくれるやないの、はい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 、はい、もう一回飛ばしていこう。鉄パイプの極みが関係ないってのは面白いよね。あ、やべ、ごめん、鉄パイプで殴る気なかったで今。こっちで、よいしょ、よいしょ、で潰していきましょう。でもう一回ぐらい殴れる、オッケー。おお、できればね、たっちゃんは使えるもんなら武器を使っていきたいところだね。あんまりでも武器が落ちてるわけじゃないし、あのね、長年お世話になってるあの無限鉄パイプもなるべくはね使わない方が。あー、やめてー、あれ、冴島藩は、冴島藩、
あれ冴島藩はどこ行った？遊んでる場合ちゃうで、冴島藩。よいしょ。だからなんでお前らそれ拾わねんって、俺の武器。もうさっきからこの極みしかねえ。なぜならタックルが好きすぎて、タックルをしたままそのまま三角連打するとこれが出てまうからというね。よいしょ。はい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 。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。あれマジで冴島どこ行った？お、あら？これ落とせるもしかして。あ、さようなら。いい表情するじゃない。これ流されたら絶望だよね。オッケー。あれ冴島さんマジでどこ行っちゃったんだろう。なんか引っかかってんのかな、どっか。え、これ引っかかってるのさ、助けに戻った方がいいかな。でもどうせ行ってもそんな大した戦力にはならないな。ヘイトは一応分散するのか。あ、やめてやめて。あ、来た来た来た。来た来た。やっぱりどっか引っかかってたんだね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やっぱうまいことやりたいことができてないな。よいしょよいしょよいしょ。あとはあれだな、そういえば各主人公でまだ経験値というか、あの何成長させるオーブさ、あれなんか使い切ってないやつなの多分いると思うんだよな。なんかなんだかんだみんなボス戦でさ、ほら各ストーリーシナリオを終えることが多いから。なんや死ぬな。なんや、はいはいはい、一つ頼みたいことがある。なんや言うでみ。何ですかこんな時に。ドームに行ったら多分ババっちゅうやつがおるはずや。よいしょ。ああ黒沢の手下で。よいしょ。俺のことを脱獄するよう導き出したやつや。うん、そうだね、そういうストーリーだったね。そいつにおたるな。よいしょ。伝えてほしいんや。よいしょ。俺はこの町でずっとお前を待っとるでな。ええやん。は？何ですかそれ。俺はあいつと、それ選択肢だったら笑っちゃう。杯交わす約束したんや。ああ、いいですね、そういうの。よいしょ。杯。あいつはまだ若い。よいしょ。まあね、極道だからね。目覚まさせてやらんと何しでかすかわからん。せやから遥だけやなく、ババのことも救ってやってほしい。たく、義理人情もここまで来るとすがすがしいですね。あ、よいしょ。何か言うたか。いや、とりあえず今目の前の敵を片付けましょう。そうね、思った以上に今多いんだよ。あ、それともこれ喋ってる間意味なかった、もしかして。確かになんか今さ、左上のさ体力ゲージさ、あ、なんか今会話が終わったら出てこなかったら、それまでのって実はダメージどっちも入ってたりしなかった。だとしたらこう無駄にボコボコにしてただけだったわ。まあいいか、それはそれで気持ちがいいし。よいしょ。よいしょ。なんだか、なんだかんだ、モブでも、冴島さん結構やることやってくれんな。よいしょ。え、めっちゃ棒立ち。え、何してんのなあ。よいしょ。よいしょ。あ、いいね。はい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 。はい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 。よいしょ。よいしょ。お、ん？ん？うん。あ、うん。終わった？なんかね、混戦になるとね、今ドイツの敵がね、あのもう倒れるのか分かんなくなることがあるんだよね。ああ、たっちゃんは一発なんだ。よいしょ。なんかほら、キャラによってもさ、同じような極み使ってても結局ね、ちょっと違ったりするしね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。一体一体片付けていくのが何事も大切ですと。この極道組織においてマスクつけてるやつって何なんだろうね。ただの風かな。よいしょ。よいしょ、その小刀欲しい。ドスドスチューンか。よいしょ、それくれよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おっこい、ショイチ。あ、いいね。はいはいはい。へいへい、刃こぼれしたけどドスですよ。よし。よいしょ。はいはい、踏んでいきました。あ、踏むんじゃないんだ。あ、なんだっけ、あれ、こんな極み、あ、こんな極みあったっけ。これ やってないかもしれないな、あんまり。いや、いくらさ、あの本当に竜の男のキャラだからって、あの割とね、普通に風俗ライターとして過ごしてるシナダがなぜあれだけの戦闘力を持っているのかってはなはな疑問ではあるけどね。よいしょ。おい、よいしょ。あ、はい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 、話してください。はい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 。よいしょ。
はいはい、邪魔なやつはとりあえずね、こかしとくに限ります。よいしょ。いててててててて、何さらしてくれとんねん、とけこら。はい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 、はいしょ、よいしょ、組んで、ほい。あれ組まない。あ、なんだそのミドルキック、なんだそのあの格闘ゲームの弱キャラのミドルキックみたいなやつ三角ボタン一回押した時に出てくるようなやつ。よいしょよいしょ、ほい、転がっていきましょう。あ、階段で投げるとちゃんと転がるとかあるんだね。あ、いいね、ドスください。よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、はい、もう一丁、はい、飛んでいきましょう。こいつやっぱり体力は多いね。よいしょ、はいはい。え、このデブ動ける。まあデブじゃねえな、体格がいい、ガタイがいいって感じ。めちゃくちゃ動ける。あ、めちゃめちゃ動ける、きっちり避けてくるわこいつ。あ、ナイス、冴島さん。よいしょ。あ、たまにはやっていこうか、引きずるぜ。うわー、こいつめちゃめちゃ飛んでじゃん、全然減らねえじゃん。え、なんならさっきの金井より勝てんじゃねえのってぐらいさ、あれなんですけど。はいはい、よいしょ、はい。あ、いいね、とりあえずこれで。おー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 おおおお、なんかされるか。ああ、やっぱりこういう時って何かしらね、ボタンアクションが入るからね。もう一歩か二歩ぐらい行きそうな気がする。だってあいつがほっとくわけないじゃん、あの敵が。ほっとくんかい、優しいかい、優しいかい。引き上げるまで待ってるっていう義理人情すごいな。そんなズルでは勝ちどうないっていうやつ。うん、それより何よりここまずうるせえな、ここの下水道。下水道ってさ、実際こんなにさ水流れ出てくるもんなの。よいしょ、はい、おい、よいしょ。あ、痛い痛い痛い、なんでそんな微妙なこの階段で戦う。もうちょっとこっち来てくれ。よいしょ、はいはい、よいしょ。うーん、転がしていこう。で、よし、極みで踏んで、あ、あ、背骨脇、これ終わるんじゃない。あ、いいね、やっぱいいダメージ入るんだね。よいしょ。で、しかも掴んだ状態からスタートして確実でダメージは入るから OK。 倒し方はすごい地味だったけれども、なんとかやりましたよと。 OK、 続いた次いきますよ。なんか下水道ね、あの龍河如くシリーズやってるとちょこちょこお見受けするので見慣れた土地ではありますが。 OK、 これお分かりやら、なるほど、頼んだでしらだ、任せてくださいって。冴島さんも気をつけて。ほーん、なるほど、ここで分かれ道。ここでじゃあもう次からはおのおのの操作に切り替わるってところかな。はい、開始1分前。はい、はるか、準備はいいわね。さあ、夢のユニットドリームラインの始まりよ。私たちも思いっきり楽しもう。
黒沢。やっぱりお前が来たか。つくづくお前らは期待を裏切らない。感動するぜ。真島は、真島はどこにおるんや。説明せえ。まあそう焦るな。楽しみはこれからなんだからよ。してんねえお前。これでいい。おい、さあ始めるんだ。試合をせんといかんらしい。なんやと。俺にはな、桐生ちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。何わけのわからんこと言うとんねお前。こういうことだ。合図をすればすぐにその女を射殺するよう命令してある。これ以上は説明しなくてもわかるよな。貴様、沢村遥の命を救いたいのなら自分の兄弟を殺せ。真島が勝てばその瞬間射殺。二人とも仲良く天国に送ってやる。だが佐江島、もしもお前が勝てばその命、助けてやる。何やと。お前は東城会を破門された腹いせに真島を人質に立てこもり殺害した犯人として一生を塀の中で過ごすことができる。無所暮らしは好きだったんだよな、お前。この下道が。兄弟、やる気なんか。やらんかったら5万人の目の前で夢が散る。俺らが死んだところで悲しむ人間はそうはおらん。答えは一つや。
そんな体でほんまに俺とやり合うつもりなんか。5分ともたんで、今のお前と俺は力が違いすぎる。お前も言うとったはずや。昔とはちゃう。俺の相手はもうでけへんて。その通り。そやったらなんで？確かに2年前、俺はお前の相手ができんかった。それはな、あん時のお前が弱すぎたからや。何やと？2年前バッティングセンターでお前の戦い見た時によう分かったわ。お前はシャバに出て登場会に戻ったことで牙を研ぐことをやめてしもうた。牙を錆びつかせたら極道はしまいや。せやから俺はお前に引退するよう勧めたいんや。引退？そう。お前の波紋状、あれ出したんは森永でも青山でもない。あの波紋状は札幌に渡る前に俺自身の手で出したもんやったんや。お前が？ほんまやったら弱なったお前をこの事件に巻き込むつもりはなかった。せやけどお前の18人殺しっちゅう伝説がそれを許さんかった。兄弟、さあ脱げや。ちゃんと目の前で証明してくれや。俺の親友は光る牙取り戻したっちゅうことをな。やるしかないんや。勘弁せや。兄弟、アホが。ここであの子を見殺しにするような男やったらどの道わしの方から殺しに行っとったわ。感謝するで黒沢。ん？こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら俺は死んでも死にきれんかったとこや。ほな行くで兄弟。ああ、俺らの最後の喧嘩の花しっかり咲かせたるやないかい。はい、それでは冴島戦やっていきましょう。あぶねえな。せい、はい、おうおお、よいしょ。まあ今冴島にできること、あぶねえな。さあ真島戦とかめちゃくちゃ久しぶりというかさ、ほらこの作品ではさ初めてなわけやん。よいしょ、おい、はい、よいしょ。あー、なるほど。あー、刃物ガードできるの強すぎだ、あぶねえ。はい、あー、いえいえ、はい、早い、はい、勘弁して。あ、まだ続く。あ、もうやめて。あ、オッケー。あー、緊張するわ。オッケー、今のところは、まあ、黒沢の思惑通りに、これさ、あれなんだよね。冴島さんさ、回避、一回押すとさ、もう転がっちゃうからさ、回避、ちょい回避が難しいんだよね。よいしょ。黒沢の思惑通りに、冴島を倒して、あー、またこれ始まるわ。あ、違う、また違う技。勘弁して。大丈夫？これ逆にさ、あのゴロちゃんにあのダメージ与えたい技はないですか？これは。あ、
あらあらって最高だな。よいしょ。そう、あらあらあら、何これ、コマーズあったっけ、何これ、はい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 、ミニゴロちゃん、よいしょよいしょ、ミニゴロちゃん、よいしょ、おー、ちょ、徐々に、よいしょ、痛い痛い痛い、徐々に減らしていくしかない、よいしょ、ああ、よいしょ、はい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 、よいしょ、はい、あ、痛い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 、はい、痛い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 、はい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 、オッケー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 、わずかな隙間を狙うしかないね、よいしょ、ダメージダメージ覚悟で、もうこういうこういう隙間を狙うしか、危ねえ、ようやくだ、よいしょ、はい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 、よいしょ、もうでもさ、これ武器のガードをできるって冴島さん強すぎ、よいしょ、で極みを、オッケー、この極みが一番強い、わざわざダウンさせたりしないでも、何、無理やり極みに入ることができるんで、投げ技さえ入れば極みを強制的に実行できるというね、冴島さんの最も強み、よいしょ、ほい、あーあーそうやー、甘くないね。で俺今ずっと何を喋りたかったんだっけ、そう、とりあえず黒沢の思う通りにゴロちゃんをうまいことね、うまいことダウンさせて、まあね、黒沢クラブは殺し合いを指示されてるわけなんで殺さなきゃならねんけど、まあ殺さないようにうまいことやりながら、そう、うまくはいかへんでっていうのをするしかないっていうことですよね、よいしょ、で、ほらスナイパーはババちゃんだから、もしかしたらそのうまいこと運ぶ可能性もある、でも多分俺の思うに品田 VS ババちゃんがありそうな気がするね、まあ、行く先を言うと、要はそのちゃんと、要は品田がもう自身もさ、要はちゃんとババちゃんの、ババちゃんじゃない、スタイジマさんの、要は使いのものなのかっていうのをちゃんと知る必要があるというかね、そんな簡単に鵜呑みにするわけにはいかないというか、喋りながら、あ、ここで正気なんだ、 OK、 これでしまいや、おとなしく眠って、うおー、そんな新種の白羽鳥ある、うれしいべきよだ、前より若になっとるやないかい、お前もな、兄弟、どうした、もう終わりか、もっと戦え、お前らがやり合わないんだったら沢村遥を殺すだけだぞ、くそ、どうした、なんで電話に出ない、こういうことや、ババさんだね、やっぱり、あ、そうか、
その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。あ？ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんたこの事件の裏方なんだろう。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんださっきから。あの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目に遭えって言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口聞くんじゃねえ。はい、ということで、まあ思った通りですね、ババ戦やっていきましょう。まあでもなんかね、1対1の戦闘ってね、なんだかんだね、あの品田が一番俺苦手かもしれない。なんかね、よいしょ、オッケーオッケー、あー痛いな。そう、なんかこう1対1の技に少しかけるというか、よいしょよいしょ、なんかそうでもないのかな、あ俺があれかもしれないな。よいしょ、なんかこううまいこと品田を使えてないだけで、意外と、あーコンサート、コンサート今休憩中みたい。みんなパワー盛り上がってるけど、はるかちゃんいないわ。はるかちゃんっていうか、なんだっけ、ドリームラインね、ドリームラインの子たちがいないから。よいしょよいしょ、あーしょ、ちょっと待って、能力強化ってさ、今もう品田は終わってんの。あー1個だけ上げられるんだ。どうしようかな。起き上がり中の敵の近くで三角、うん、まあ一応覚えとく。あー一応ね、ラッシュコンボ最中に、あー掴むことができる。あー別にそれはいらないかな。ヒート状態の時敵の攻撃ひるみにくくなる。まあその辺取っとくか。じゃなくて、個人的にはちょっと回復がしたいところではございますね。なんで俺こんなに武器ばっか持ってんだろうな。まあまだいいか、回復は。回復はまだいいな。よいしょ、よいしょ。おい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 。それはずるいだろ。ボスキャラとかのさ、掴み技ってずるいよな。基本的にさ、回避不可じゃない。ほら、こういうのとか、あの、スーパーアーマーっていうのかな。あれってやっぱずるいよな。てかさ、ババちゃんもおばちゃんで狙撃にここを選ぶの。まあ、ね、直線上で狙いやすいのは狙いやすいかもしれないけどさ、果たしてさ、どうなの？狙撃としては攻略バレやすいんじゃないのかな。いや、でも意外と、暗闇に紛れば分かんないもんか。回復しようか、さすがに。さすがに回復しましょうか。こんなもん。くぅ！オッケーオッケー。とりあえずね、徐々に。よいしょ。転ばしていこう。転ばしていって、極みで踏んどこうか。あ、違うわ。品田は踏んどくじゃないんだ。おぉ。これ、地味にさ、痛いと思うんだよね、あれ。普通の極みより。よし。ちゃんとね、この辺のボタンアクションは、こなしていきたいところ。今度は丸レーンだね。オッケー。おい、いいね。かっこよすぎる。本気出していいんだよ。ていうかあれだよな、かたやさ、なんだかんだこう組に入ってる人間で、あくまでさ、しかもスナイパーを任せられる程度の人間だとするとさ、結構な殺しを多分やってきた人間じゃない。
そういう人間とさ、一般人のちょっと喧嘩強いようなやつらさ、これだけやり合えるって、なんだかんだこっそり品田はそういう専門格闘術を習ってることしか思えない。それ防げないって普通。オッケー、弾いていきましょう。馬場ちゃんの格闘術は一体うお何なんだろうね。冴島で馬場ちゃんとやった時、馬場ちゃんこんな強かったかな。よいしょよいしょ、転ばしていこう。よいしょ、ああ踏みたい、ああ踏ませてくれない、回復したい。オッケー、回復いいね。はいはい、よいしょ、はいはい、痛いね。でこれ掴んだ時に極みあるよね。そうそうそう、あそっかそっか、ストーンバトン、ね、めちゃくちゃ痛そうこれ。えこれ頭から落ちてんのかなっていうか、それとも背中にさダメージが、あ痛い痛い痛い、背中にダメージが入る系の秘技なのかな。よいしょ、もう一発いこうか。よいしょ、もう一度同じ地獄を味わわせてやる。そろそろ勝機が訪れるんじゃないですか。本当に負けられないんだよこっちも。よいしょ、オッケー、お勝機来るか。あいいね、ババちゃんの蹴り技もかっこいいね。秋、おいいね、秋山さんの蹴り技が基本的には好きだけど、オッケー、これで俺の勝ちやな。うごい、いや人一人持ったままジャンプって結構な。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは、客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろう。だったら伝えてくれ。踊れなくてすいません。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん、どうしてみんな、何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん、よかった、
超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、小坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから小坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ。馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん、気づいていたみたいなんだ。馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ。兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、馬場。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな、戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん、急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういや、ミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000でいいから店に来いってよ。みんな前の顔が見たいってよ。帰ってこい、品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おい、おい、シャダ、止まり、シャダ、おい、おい、シナダ、おい、来るかい。なんだこいつ、まさか失敗したのか。こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前、さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当に。いいからここで待ってな。